4.25文化会館は、朝鮮民主主義人民共和国の平安志望丹、峰区域にある劇場。1975年10月7日竣工。朝鮮人民軍協相談が、管理運営に当たっている。敷地面積12万4千平方メートル、延べ地区面積8万平方メートル。7階建て規模の石像建造物で、公園施設としては、北朝鮮最大である。 内部は6000席規模の大劇場と1100席の劇場、600席の映画館と600余りの物部屋に構成されている。公演場の舞台では同時に500人が公演することができる。朝鮮人民軍協相談などの公演場所として盛んに使われ、軍の各種集会の会場ともなる。 春工当時は2.8文化会館と名付けられたが1995年10月に4.25文化会館と改称された。これは1975年当時は1948年2月8日とされていた朝鮮人民軍の総研備が1978年からは金日生が抗日遊撃隊を初めて結成した日とされる1932年4月25日に 遡ったことが原因と推定されている。2007年10月2日に南北首脳会談のため平壌を訪問した韓国のロブゲン大統領を金正日総書記が4.25文化会館で出迎えて歓迎行事が行われた。2016年5月6日から9日までの4日間北朝鮮の執権政党である朝鮮労働党が第7回党大会を実施した。 ありがとうございます。